演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらサンマルクカフェのジャガバターデニッシュ、豆菓子クッキー、サンドイッチ2種、そしてフレンチトーストとデニブラキャラメルを食べたいと思います。サンマルクカフェはチョコクロは食べたことあるんですけど、多いの食べるのないんですね。なので楽しみです。いやー、美味しそうだな、美味しそうだな。ではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのミックスサンドからいただきます。うわ、分厚いなこれ。どんな味なんだろう。ではサンドイッチはボリュームあって野菜がシャキシャキ、デニッシュはサクサク、そして残るキャラメルのデザート2つはアイスとの相性バッチリ。2種類のサンドイッチのうちどちらにも入っていたハムチーサンドはちょっと辛子のようです。もう辛子が効きすぎている感がありますね。ちょっと辛みが来てしまいまして、チーズやハムの味を感じられませんでしたので、もうちょっと辛さが控えめの方がいいかもしれません。そしてその他BLT サンドはお野菜がシャキシャキ、鶏肉のサンドは鶏肉の旨味がちょっと足りなかったかなというような印象がありましたので、この中では BLT サンドが一番好きですね。パンは分厚めで結構ボリュームがあって食べ応えありました。そしてジャガイモのデニッシュはさっくりとしたサクサクとした心地よい音が聞こえてくるデニッシュ生地の中からほんのりジャガイモの味が感じられて、ホクホクした食感があってとても良かった。でキャラメルデニブランは上に乗っているソフトクリームが程よい感じに溶けて、下のサクサクとした生地にうまく調和していましたね。サクサクとした音が心地よくてとっても美味しかったんですが、ちょっとキャラメルが足りなかったかなと思いますね。そしてフレンチトーストもこちらもちょっと多分アイスをトッピングするやつなんでしょうけど、こちらは後からかけるんですね。自分でこれをかけると程よい感じにアイスクリームが広がってくれました。フレンチトーストの方もしっかり甘さが染み込んでいてとっても美味しかったです。もっと別の味も食べてみたいというわけで、今のところフレンチトーストが一番好きですね。でここからはこの黒だし、まずはこちらのそら豆からいただきます。焼き菓子もザクザクしてますね。あ、この名前の由来そういうことなんですね。でもかぼちゃの種はちょっと違いますよね。まあそれも美味しいからいいか。最初に食べたその豆はその豆じゃん。他豆菓子食感のバリボリとした音が程よい甘さとともに口の中に広がっていて美味しかったです。そして残るビスビーター、バターのバターピーナッツが入ったビスケットの音なんですね。どれも程よく固めの歯応えがあって、中にはバターのピーナッツの代わりにパンプキンシードが入ったものもありました。それもまたどれもピーナッツとまた違った歯応えがありました。そして最後に食べた抹茶は抹茶がほろ苦めで本当に大人の味わいでした。どれも美味しかったですが、やっぱりフレンチトーストが一番お気に入りで、フレンチトーストを代表でこちらも点数とさせていただきます。サンマルクカフェ、もう食べると美味しいですね。まだ食べていない商品もありますので、また食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。